次田大三郎次田大三郎3月18日昭和35年9月15日は貴族院議員並びに広田内閣の法制局長官出原内閣の内閣書記官長岡山県最大自水門町に生まれる第六高等学校東京帝国大学卒業陽明は753五郎妻は三菱総理事や 南満州鉄道副総裁を務めた江口定常の娘。日本共産党議長などを務めた野坂33は議定。杉田大三郎の4男。東京帝国大学法科大学政治科卒業。東京帝大卒業後は官僚となる。大正13年に1月、茨城県知事に就任。大正14年9月土木局長となり、 昭和2年職を辞する。昭和4年公職に復帰し、地方局長、警報局長、内務時間を経て、昭和6年12月貴族院議員に直選され、昭和11年3月10日、広田内閣の法制局長官となり、昭和12年2月2日まで務める。昭和20年10月、出原内閣の国務大臣県内閣書記官庁に、 就任支線も処理に尽力する。1946年5月14日、貴族院議員を辞職。同年9月 GHQ により、同内閣の堀切里善次郎、前田多門、松村健造、田中武雄と共に公職を追放される。昭和25年10月13日、公職追放解除が閣議決定。昭和28年4月、 第3回参議院議員通常選挙において、全国区から無所属で出馬したが落選した。昭和35年9月15日死去。去年77。ありがとうございます。